こんにちは、大塚ですあの今回はまあ美容師を目指している方向けに、まあ、ちょっとお話ししたいなと思いますよかったら最後まで見てくださいであの、まあ、美容師っていう仕事なんですけれども、まあえー、法律上、えーえー、と容姿を美しくする仕事というふうにまあ定められてますで、まあ 一般的なところで言うと、まあ、シャンプーしたりとかあとはヘアカラーしたりあとパーマーしたり宿毛矯正したりカットしたりトリートメントしたりっていうのが、まあ、PFS2 の主なっとやることになってくるんですけれどもえっとまあ1個ずつ練習してできるようになっていくものになりますでやっぱりこう離職率っていうのが非常に高い業種なんですね1年目で50%で3年目で75%で10年 目にで、えー、92%が離職するそうですあの10年で100人いたら8人しか残らないっていうのは非常にあのちょっと寂しいところはありますよね僕はもうすぐもう間もなく10年目に入るところなんですけどもあの確かに同い年の美容師っていうのはあんまり同い年っていうかその同じ歴の美容師さんっていうのはほぼほぼお会いしないです。 やっっぱりりちょとと寂しいところありますよねで辞める原因としてもやっぱり人間関係であったりとかあとは拘束時間が長いとかあとは、えー、給料が安いとか、うん、たくさん確かに業界的に原因はあるんですけれどもやっぱりこうなぜ美容師になりたかったかなぜ美容師になりたいのかっていうところですねそ確かにあの。給料の面ととかもっとこう業界 自体変わななきゃいけないけところもたくさんあるとは思うんですけれどもあのそのなぜなったかっていう目的を見失わなければあの頑張れるんじゃないかなと思うところもあります人間関係だったらもうそのお店辞めちゃってもいいと思いますもうさっさと違うお店に行ってまたやってった方があの非常に効率的だと思います、まあ、のいろんなやり方はあるんでお店によって。 あのまた次のお店行ったらまた最初からとかもあるとは思うんですけれどもその人間関係で辞めてしまうぐらいであればあのさっさと違うお店に行ってですねえっと一生懸命練習した方が身にはなるんじゃないかなと思いますそんなところですかねうんもうあの現実確かに えっと、厳しい世界なのかもしれないですけれどもやっぱりそうじゃなくて楽しい部分もたくさんあるやりがいのある仕事だと思うんですよねだからこそこう YouTube をされてる美容師さんもたくさんこうキラキラしてる方がたくさんいらっしゃると思うんですよ僕はそんなことないんですけどやっぱりこう仕事を楽しめるっていうのは非常に幸せなことだなと思うのでやっぱりそういった仕事に巡り合えたっていう いうことに感謝しつつです、ね、あのまあ、僕自身もやっていけたらなと思いますもし気になることとかわからないこととかあのございましたらです、ね、ぜひあのコメント欄にいてご質問いただけると嬉しいです、まあ、それに関しても動画にできたらなと思います最後までご覧いただきありがとうございましたよかったらチャンネル登録よろしくお願いしますあとインスタグラムもやってますんでそちらもご覧になってくださいありがとうございました